一つくらい迂回道路あればいいんだろうと思うんです。どこも混んでなくちゃいばどうしても行きようがないんで。このようにトータルの連続雨量が92ミリということでかなりの大雨が降ったことが確認できます。それから下にも掘り下げて、それから